はい。えー、っと、16時間断食を続けている、50日目を超えた、マーコーネーです。まあ、今週はね、WBC で、まあ、日本中、盛り上がって、日本代表の、あの、優勝に歓喜した方も、号泣した方も、たくさんいらっしゃると思います。私も号泣した一人です。そんなわけでっていうわけじゃないんですけど、あの、 号泣した後に、やっぱ YouTube にも、あの、たくさん WBC のね、話題のチャンネル、投稿があったし、あの、トレンドでもね、あの、Twitter のトレンドでも、まあ、Google のトレンドでも、あの、まあ、WBC 一色みたいな、えっ、ー、と、この週末なんですが、うんと、その時ね、たまたま見た大谷翔平さんの選手のね、うんと、食事 に関する、あの、食事の、食事のね、管理をしてる、管理栄養士の方に、た、方の、あの、コメントというか、あのー、のがあったんですよ。で、それを元に辿っていくと、まあ、大谷翔平選手の食事に関するね、えっと、考え方とか、っていう動画がいくつか見つかって、それを見てた私は、あ,あ私も、 リスペクトしよう。この大谷翔平選手にリスペクトしようって、すごく強く思ったんですね。まあそこで、まあ最後の方に、なぜっていうところをお話していきたいと思うんですが、まずまあ今週の話をしていきたいと思います。で、今週はですね、まあ後であのデータをお見せしますが、まあ本当ね、心の中で、 うん。あの、焦りもあったし、不安もあったし、あのーお、まあ、それに応じて、あの、暴飲暴食もあった。うん。悪魔女に飲み込まれそうになったこともあったし、なんか、あの、以前の私だったら多分もうやめてた。16時間断食やあた というか自,然に自然消滅的になく,てなくなったかもしれないけど、私がね、16時間断食を、まあ、こんなことぐらいでね、諦めずに続けられたのは、YouTube をに落として発信し始めたっていうことも、一つの重要な要因だと思うし、やっぱりね、視聴者、のポッドキャストをね、お聞きしていただける方が、ちょっとずつ増えてきてるんですよ。それを あの、見ながら、その数値を見てると、やっぱりね、ここで16時間断食を諦めるわけにはいけないっていうふうに思える今日この頃です。いつも皆さん応援ありがとうございます。私はね、あのー、コメントいりません。あの、いいねボタンとチャンネル登録だけいただければ、もう十分です。はい。なぜかというと、私は、文章で返信せぬコミュニケーションを取るのがものすごく苦手で、文章コミュ障なんですよ。 でどんなコメントであっても、やっぱりね、それに対してどう返信しようかってだけで、やっぱりひどい時は一週間二週間悩み続けるんですよ。もうそれがね、苦痛で苦痛で仕方なくて。まあ、すいませんが、あの、うんと、遠くから見守っててください。もしね、あの、内容で提案というか、提案というかね、提案というか、 あの、特にね、アウトプットの方で間違ってるよってところがあったら、まあそういうのは、ぜひコメントに残してください。もちろん応援メッセージも嬉しいんですが、あの、うんと、悩んで悩んで返信ができなくて、まああの、うんと、ハートボタン、今、あの YouTube いいねボタンだっけ、いいねボタンかハートマークで許してって時もあるね。その時は勘弁してください。ではそんなわけで、今日も反省会やっていきます。 まあね、あの、16時間断食も発、の反省会も発、断食も8週目となり、まあ反省会もね、徐々に形ができてきたっていうところで、まああの、収録自体もね、あの、素早く、採用自体も素早くできるようになってきて、ちょっと余裕が出てきたっていうのも、まあ正直なところなんですが、さて早速今日の内容を、リストはこんな感じです。 まあ、リストといっても、いつも、あの、えっと、変わることないような感じですけども、実は、あの、先週、<laughs> 先週分、あの、聞き直していただけるとわかると思うんですけども、良か, <laughs>、まあ、か,かったところを何も喋ってない。もしかしたら、今週も良かったところをすっ飛ばししちゃうかもしれないんですけども、忘れないようにしなきゃですね。はい。じゃあ、早速、今週のデータからいきたいと思います。 えっと、今週のデータはですね、えー、っと、まあ、ちょっとね、見づらかったので、1週間分じゃなくて2週間分にしました。まあ、正直ね、あのー、2週間前から現在に至るまで、ほぼ、ほぼ、あの、一直線変化なし。<laughs> まあただ、この間、この1週間の間に、あのー、コンビニという悪魔城に飲み込まれた回数が何度あるか。 それを考えると、あの、えっと、<laughs> あれ、ど忘れした。えっと、オートファジーが、確かにオートファジーがしっかり効いてるんじゃないかなっていうふうな気もしてます。はい。で、まあ、体重だけ見ると、あのー、昨日ね、昨日確かにね、えっと、この2週間の中で過去最高の体重を、体重ね、あのー、示しました。 1 0 3 0六5キロ。いや、最高でもないのか。そう。あの、まあ、2番目に高い数字をあの出したんですけど、103.5キロでしたね、まあ。数日前の、あの、暴飲暴食が、もしかしたら今頃になって出てきたかなっていうのもあるし、あと、今月はです。今,、まあ、今週はですね、まあ、次の、まあ、体脂肪率のデータいきましょう。 今週はですね、なぜか筋肉痛にずっと悩まされていたというか、まあ先週の、あの、タバタ式トレーニングの後からというか、まあ、筋肉痛が治っては、まああの、大したトレーニングしてないんだけど、こんなところ筋肉痛になるみたいなところの筋肉痛を、まあ、ずっと引きずってたって感じかな。 まあ今日、今日のね、朝もやっぱりちょっとあの、太もものあの、外側っていうか、あの、表側っていうかな、があの、痛くて、これもね、二日三日間ぐらい痛かったんですよね。うん、まあ歩けないことじゃないけど、お風呂入るときに、熱っ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 、みたいな感じの痛さ。まあもちろんお仕事してると、そんな痛みなんかあんまり気にならないぐらいになっちゃうんですけどね。まあそういうわけか、あの、体脂肪率もここ一週間ぐらい、だいたい30分。 パー前後を行ったり来たり、低い時は29.7%出てますね。で高い時で30.1まで行かないくらいなんですよね。だからまあ確実に筋肉はついてきたんじゃないかなって。あんまり最近35とか33とか、まあ、中途半端な数字にブレたりしなくなってきました。はい。 まあ、あの、そこら辺何が要因かちょっと私にはよくわかんないので、詳しい方がいらっしゃったら、体脂肪率の、まあ、あの、測定データが安定しないあたりとか、測定がどういうふうになっているかというのを詳しい方がいらっしゃったら、ぜひあの、えっと、コメントに残してください。ちょっと教えていただきたいです。まあ、コメントがなかったら、あの、う、え、ん、っと、来週までちょっと調べておきたいと思います。絶対調べておきます。<laughs> 絶対調べるぞ。 そう。<laughs> 忘れないように、うん。これ終わったらすぐ調べる。<laughs> さて、えっ、ー、と、先週から始めた、じゃあ、体脂肪率を、体脂肪率から実際の脂肪量を計算してみたデータになります。次。で、見るとですね、まあ、これ2週間前、左が2週間前、右が、あのー、昨日、というか、あ、今日だ。今日なんですけども、えっ、ー、と、2週間前は、えっ、ー、と、体重103.45キロ。 うん。で、昨日が103.05キロ。まあ、わずか0.4キロの差なんですけど、体脂肪率が、えー、っと、2週間前32.8%。で、昨日が30.4%。まあ、0.2低くなってるんですよね。まあ、これを計算してみると、えー、っと、2週間前の死亡量が34キロ。で、昨日の死亡量が31.5キロ。ってことは、3キロ以上、3キロ、 うん、約3キロですね。約3キロの脂肪が折ってるってことですよ。そう。となると、まあ、あの、データ的に体重は、ほんとわずか、あの、うんと、あの、に、3.5?3.5 じゃなくて、4キロしか変わ0.4キロしか変わってないけど、まあ、それ以上に、あの、死亡率が、あの、ぐっと減ってるってことですわ。これは、ま、順調と言っていいんじゃないですかね。 そう、筋肉がついた分体重がちょっと、あの、うんと、落ちにくくなってるって思ってもいいんじゃないかなと思ってます。ですが、あの、今週の問題はね、うんと、次なんですよ。これ、あの、睡眠のデータなんですが、まあ、先週までは1週間単位の睡眠のデータを出していたんです。ですが、今週のやつは、えっ、ー、と、4週間、 四週間、まあ、あの、私がデータを取り始めて、だいたい三週目、四週目、まあ四週目ぐらいなんですけど、ここ四週間ぐらいのデータを、の快眠度と、えっと、規則性を、あの、出してます。で、えっとね、うんと、快眠度、確かね、あの、昨日は、昨日、おとといやおとといはね、あの、うんと、十五時にお布団に入って、十六時には寝て、えっと、そっから、 7時間ぐらい寝たんで、75%以上、85%ぐらいになってますけど、まあね、あの、かなり、今のところね、かなり意識しないと、その時間に寝るのは難しい。起きるのは、なんかもう目覚まし時計がチリシリンってなってくれるので、まあ、起きれちゃうんですけど、<laughs> そう。うん。このアピね、なかなか素晴らしくて、あの、睡眠が浅いタイミングで目覚まし時計をこのアピルが鳴らしてくれるんです。そうすると、なんか自然と目が覚めるみたいな感じで、そう。 なんですけど、うんと、まあね、今週は、まあ右の方ですね。まあなぜ今週は睡眠、快眠度が本当低い日が多い。とう。うんあ。っていうのは、あのー、まあ先週もちょっとお話しましたけど、今までの取りためてた、録音するだけ録音して編集しなくて YouTube に上げられないっていうものを、まあなるべく、あのー、今週中に全部 してしまおうということで、まあ、精力的に、あの、編集作業とかを進めてました。まあ、結果的に時間が押せ押せで、えっと、遅くなりがちだったってこともあって、うんと、まあ、結果的に寝るのは5時になったりとか、5時っていうか17時になったりとか18時になったりで起きるのはいつも通りなので、睡眠不足気味。 っていうことで、快眠度が低いって感じになってるんですね。で、まあ、実際に、あの、うんと、ここ、何週間で、まあ、あの、えっ、ー、と、ポストキャットのね、発信する時間帯はともかく、あの、更新していくリズムはできつつあるので、ま、あ来週、まあ、今日からですね、あの、今日今晩寝るときから、まあ、ちょっとずつ改善していくんじゃないかなと思ってます。うん。 まあ、あの、うんと、あの、無理しない無理して、無理すると続かないからね。そう。うん、と確かに私ね、あの、クリエイティブな仕事っていうか、あの、えっ、ー、と、コンテンツ作るの好きなんで、うんと、夢中になっちゃうとね、時間忘れちゃうところがあるんですが、まあそこは気をつけていきたいと思います。まあそして、次なんですが、えっ、ー、と、快眠度じゃなくて、えっ、ー、と、規則性ですね。まあ規則性も、 あの、一つだけね、あの、ピッと飛び出してないじゃないですか。あれはね、なんかもう開き直っちゃって、開き直っちゃって、あの、もう、深夜過ぎるまで作業してて、えっと、深夜下げてから、あの、3時間ぐらい寝たみたいな時じゃなかったかな。確か先週の話。そういう意味では、まあ、規則性は本当バラバラ。ベストはね、やっぱ15時半には睡眠につくっていうことがベストなんですよね。 で、えっ、ー、と、22時半ぐらいには起きるで、だいたい7時間か7時間半ぐらいになるんです。そう。ただね、睡眠時間っていうのは人によって、まあ、まちまちなわけですよ。あの、かの、エディソンさん。<laughs> まあ、たか、確かっていう、私のおういの話なんだけど、エディソンは、あの、1日3時間寝れば十分だった。 とかあの1時間半しか寝てなかったっていうあの逸話が残ってるんですがたやん、うん、とアンシュタインさんそう世界一の頭脳という間であるアンシュタインえアアンシュタインだよねあれあれあれまあまあい,いや、うん、と間違ったらごめんあれアンシュタインだよねあれ まあいいや、まあ、アシュラインさんは1日22時間とか23時間寝てたっていう、なんか逸話が残ってるような感じです。だからまあ人によって睡眠時間ってほんと待ちまちなんですけど、私はね、まあ今のとこ,ころのデータを見るともしかしたらね、もしかしたら、うんと、6時間ぐらいがちょうどいいのかもしれない。もしかしたらね。 ただ、あの、睡眠時間と、あの、基礎代謝の関係性とかは、まだ、うんと、まあ、データがね、あの、16時間内時期をしてる最中なので、体重がね、ぐっとって安定してきた後に見えてくるかもしれません。なので、まあ、なので、まあね、継続的にデータを取っていきたいと思うんですけど、この規則性に関しても、やっぱね、今週からちょっと良くなるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、そんなわけで、 できました。忘れないようにしてた会があった。さて、良かったところをお話していきたいと思います。もうすでにね、良かったところを話す前に、良かったところの、そう、あの、画像がないっていうところがもう良かったところを覚えてないっていう <laughs> ような感じなんですが、あの、良かったところをあえてあげるなら、最初のね、あの、タイトルに尽きると思うんですよ。 そうまあ、たい最初のタイトルは「焦りは禁物、ただ練習期間だ」っていうふうに書いてあるんですが、うん、あのえっとまあこれあの最終的に音声を取った後にもう一回あの、えー、とこのファイルを並べ替えるんですけど、えっと、今しゃべってる最中はた焦りは禁物、まだ練習期間だっていうのが皆さんのところに見えてると思うんです、うん、でえっと16時間断食 をして体重を落とそうという私の企画っていうか目標は3年計画ですよ。で3年っていうと大体1000日、1000、1100日ぐらいうん。そのうちのたった50日が終わっただけなので、まあまだまだ焦ることはなく、あの、ようやくあの16時間断食っていうことをちょっと理解できるようになってきたような時期ですよ。 そう。だから、まあ、あの、うんと、体重が多少は上下しても、体脂肪率がね、まあ、安定して、あの、落ちてるっていう状況を見て、えっと、焦らずにやっていけばいいんじゃないかっていうふうに、私自身が、あの、今週、確かにね、あの、睡眠時間にしても、あの、焦ってね、あの、暴走しちゃった日もありましたよ。うん。あの、うんと、袋のラーメン買ってきて、食べ、あの、食べちゃったりとか。 まあ、16時間断食は続いてるけども、まあ、食の部分分で、リスペクトが、リスペクトじゃないや、あの、ちょっとね、問題が、やっぱね、あるな、しっかり制御できてないなっていうか、私のあの、心の持ちようがちょっと甘いなって思うところがあって、うんと、まあ、焦りは焦ったんです。まあ、特に今日、あの今朝ね、今朝あの、職場行って体調測った時に、えっと、あの、昨日までね、うんと、 102.4とか5あたりだったんです。まあ3日間ぐらい。それが急に、あの、103.05っていう数字が出た時に、あれって思っちゃったんだけど、まあでもね、そんなぐらいで焦っても仕方ないっていうふうに、開き直えでたっていうのが、やっぱりあの、今週の、あの、一番良かったところじゃないかなと思ってます。もちろんね、あの、うんと、これから、 あの、練習期間っていうのがいつまでって言ったら、どうなのかなと思うけど、まあね、多分、私の中ではね、練習期間って、あのー、今思うのは、まあ半年ぐらいですね。はい。まあ、6ヶ月続けていって、あの、できてないことは本当に、あの、練習期間じゃなくも本番だと思って修正していかなきゃいけないと思うんですが、まだまだね、いろんなチャレンジをしていい時期だと思っているので、焦らずに今後もやっていきたいと。 思います。で、来週の課題なんですけども、あのー、ありますよ。うん、これはぜひやろうと思ったことです。そう。それは何かというと、こちらです。えっとですね、うんと、まあ、食の記録を写真で撮ろうと。食事の記録をね。まあ、食事の 記録って、あの、まあ、私、あのし、ね、あの、写真家なので、まあ、手元にカメラがあるかと言ったら、そうではなく、ほぼ今、スマホだけで済ましてるっていう感じなんですけども、えっと、あまりね、あの、今までも食事の写真とか記録に撮ったりとか、残すとか、あの、発信するってことは、まあ、なかったんですよ。うん。まあ、以前はね、あの、 食を、まあ、食事というか、まあ、うんと、お仕事で写真撮った頃は、あの、食事の写真を撮るってこともあったんですけども、個人的には、うんと、インスタとか見てても、あの、他人が食べてる、あの、美味しそうな食事を見て何が楽しいんだろうっていうのは、ぶっちゃけ正直なところで。<laughs> そう。うんと、まあ、あの、うんと、私積極的にまだこのチャンネルのことを、あの、身近な人に、 あの、お知らせしてないので、まあ、あの、身近な人は多分聞いてないと思うからぶっちゃけちゃうんですけども、あの、私は、あの、自分でね、やってるインスタ、まあ、私は自分、あの、タイムラインに、あの、見たくないものは見たくないんですよ。<laughs> まあ、誰でもそうだけど、まあ、インスタグラムで、まあ、特に、あの、 もともと知り合いの方とかの、あの、は、まあ、フォローしてるけれども、フォローしてるけれども、実は全部、えっと、タイムラインに、あの、皆さんの投稿が、あの、乗らないように設定を変更しています。はい。えー、っとね、えっと、なんて設定だったかわかんないけど、一人一人の、あの、うん、とプロフィールの、あの、フォロー中だったかというところを、の、あの、下三角ボタンを押すと、 あの、設定ができるんですよ。なので、あの、みんなの楽しそうな写真とか、えっと、みんなの美味しそうなご飯とか、えっと、まあ、こんなことやってるよっていうものは、私のタイムラインには申し訳ないんですが、一切載ってません。<laughs> 私のタイムラインに流れるのは、えっと、ちょっとした広告。まあ、これはね、うんと、なかなか消すの厄介なので <laughs>、消す方法もあることはあるんですけどね。うん あと、えっと、私の好きな、あの、フォトグラファーの、そう、写真とか、えっと、好きなムービーを撮ってる方の、えっと、情報なんか。あと、まあ、影響を受けたいと思ってる方々の、えっと、インスタは、あの、そこにストーリーも、えっと、投稿も、 あの、流れてくるんですが、残念ながら、身近な友達、もしくは、あの、えっと、家族の写真とか、ま、幸せたっぷりで美味しそうなのを食べてるような、もう見るからに嫉っとそうなやつは、あの、私のインスタには流れません <laughs>。ごめんなさいね <laughs>。ま、関係者がいたら、ほんとごめんなさい。まあ、同じような理由で、Facebook のタイムラインも、 まあ、見ませんね。<laughs> なので、あの、うんと、うん、あの、もう何年も Facebook も Instagram も、まあ、最近ね、再開したんですけども、まあ、あの、あの、自動で、昔はね、自動でさ、LIKE とか、いいねとかを押するツールが結構いっぱいあったんですけど、今もあると思うんですが、まあ、そういう海賊ツールを使うのはね、まあ、うん、と私もなんか、今となれば、 なんか嫌だなとか思ってて使ってないんですが、昔は使ってましたけど、まあそんな私なので、あの、食事の写真を撮ることはまずなかったんですけども、えっと、反省化するにあたって、まあ、あの、反省材料として食事の写真がないと、自分がどういうふうに歩いてきたかっていう、今週歩いたかっていうのがね、分かんないんですよね。<laughs> まあそれで、 まあね、あの、で、食事を写真撮っていこうかなと思いました。うん。まあそこで、えっと、大谷翔平選手の話が出てくるんですけども、まあ大谷翔平選手は、あの、あの、ロッテでしたよね。日本にいた頃は、ロッテに、ロッテマリーンズだったかな。そう、私ちょっと野球に詳しくないで、あの、間違ってたらごめんなさいね。ロッテにいた頃は、もっと細くでキャッシャな感じだったけども、うんと、まあ、渡米してからね、 もう、ミキミキと、今はもう、本当メジャーリーガーと変わらないような体型じゃないですか。そう。そうした時に、私はね、あの、そういえばね、アスリートの書いた食事に関する本とかって結構読んでます。そう。一番最初に読んだのは、えっと、サッカーの、えっと、あれどう忘れしたぞ。うんと、えっと、そう、長友選手。うん。 長友選手がやっぱ年齢が上がってきて、あの、自分の、あの、サッカーのね、ポテンシャルを維持するために、食事から改善して、食事,食事を徹底的に改善したっていうのが、まあ雑誌かなんかにちょっと本の紹介が出てたんですよね。それに興味を持って、あの、本を買って読んだんです。うん。 まあ、そこからあのスポーツ選手がいかに食事に対してものすごく気を使っているかということをあの学びあのその後ねあのいろんな方の結構ね食事に関する本を出版しているスポーツ選手いらっしゃるんですよ、まあ、そこでいろんな方の,あの本を読んだんですけども、まあ、ここ最近ね16時間断食を始めたんだけど、まあ、そういうあの んとスポーツ選手のストイックな食事の生活とか、なんか、あの、頭の片隅にはあったけど、リスペクトしてなかったなっていう風な反省があったんです。うん。それに気づいたのは、やっぱり WBC を見ながら、あのー、やっぱね、選手の活躍もそうなんですけども、あのー、体型とか、あの、アメリカ選手、 はまあ、まあ、白人は白人だけども、まあ、人間は人間なわけですよ。やっぱ昔からあの、うん、とメジャーリーガーと日本人ってやっぱ体型違うなってすごく思ってたじゃないですか。で、メジャーリーガーになって長い日本人選手はどん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 、まあ、あの、イチロー選手は違ったですけどねあの、筋肉もりもりもりって体がでっかくなっていってっていう人もたくさんいて、やっぱりあの、うん、と戦う姿勢 が違ってくると、まあ、筋肉のつけ方も違ってくるんだろうな、まあ、食事も違うんだろうな、ということで、あのー、思ってたんですよ。まあ、そうしたところをたまたま、あの、えっ、ー、と、そう、うんと、 え、なんかお、えっ、ー、ととか、うんとか、とか多いな。あれ <laughs> えっと、うーんと <laughs>。そう。<laughs> やばいね。<laughs> そう。大谷翔平選手の <laughs>、大谷翔平選手のね、あの、管理芸用の方の、あのー、動画がちょっと載ってて、ああ、彼はね、あのー、 うんとまあ、全部では全部覚えてるわけじゃないけど、私が印象に残ったのは、あの食事は、小さい頃ね、食はすごい細かったみたいですよ。もう、体のために食べなきゃいけないって言って食べる。だからお父、お母さんなんかに、あの、これ食べなきゃダメ、みたいな。<laughs> 食に興味がなかったみたい、うん。もちろんね、大人になってからは、あの、えっと、年何回かの唯一の会食が焼肉っていう感じらしくて、まあ、基本的にあの、あの、自炊みたいですよ。 うん。まあ、そこら辺詳しくないので、えっと、間違ったらごめんなさいね。まあ、それでも、あの、えっと、ものすごく細かく管理栄養士の人に聞きながら、あの、やってるみたいで、あ、えっと、まあね、あの、ああいう選手ですから、自分でやっぱり研究もするんですよね。そう。うんと、聞くんだけじゃなくて、あの、知らないことを、見つけて知らないことを管理栄養士に聞くみたいな、そういう感じみたいで、 まああの食事は本当彼にとっては食事は本当体を作るあのいい仕事をするための特訓とていうかトレーニングなんですよねそうそう思うと私はあの16時間断食はまあ何度かお話ししてますけど次のステップ私にとっての次のステップあのたまたまを取っちゃうためのあの素敵な女性になるためのステップなので そう、素敵な女性になるためのトレーニングだと思って食事に対してもっとね細心の,の注意を払いながら必要な栄養素をしっかりとっていくような食事に変えていかなきゃいけないなって WBC を見て、えっと、大谷翔平選手の,あのいろんな、ね、情報を知る中で気づいた感じです、はいまあ、その一環として、えっと、写真の食事を撮るっていうところからやっていきたいと思います 思います。うん。まあ、それでまあ、今回のお話は終わりになるんですが、まあ、今のところね、あの、いろんなポッドキャスト、私のポッドキャストは、あの、大体、えっと、5種類5、5つのテーマでやっています。一つは、あの、若いリダイエットウォーク。うん。 そう、ワイスケアリアイトウォークは、あの、毎週月曜日から金曜日まで、えっと、朝6時から配信してますけども、えっと、収録は前の日の大体、えっと、4時半からやってるんですね。それは、あの、毎朝歩いて、えっと、40分の距離を出勤して、で、えっと、お風呂の掃除のお仕事をしてるので、その出勤の時間を利用して、えっと、 喋りながら歩いて収録してるんですが、まあ、どっちかというとね、えー、っと、LGBTQ の Q の私のあの、男性性の強い部分のお話が多いかな。うん。まあ、意図的にそうしてるわけじゃないんだけど、なんかね、起きて、あの、仕事に行くっていうサイクルが、なんか、あの、男性ホルモンが出やすいのかな。そう。まあ、そんなんで、なんか、あの、男性的な話になりがち。 だと思ってます逆に、えっと、次は、えっと、毎週月曜日から、えっと、金曜日まで、えっと、お昼前の10時から今配信している、まあ、この、ね、MCAST は、どっちかというと女性的な内容が多い気がします。うん えっと、エミカスは最初、じゃ帰りの時間、帰宅のも40分歩くわけだから、40分、あの、喋りながら帰ってこえば、まあ、2本取れるから、あの、まあね、あの、余裕があれば2本出してもいいじゃん、みたいな感じで思ってたんですけども、あの、ことのほかね、周りの車の音がガンガン入っちゃって、私が持ってるスマホと私が使ってるマイクでは、まあ、しっかりね、あの、音が拾えなかったんです。 まあ、それで、うんと、まあ、内容もわかんないぐらいなので、まあ、帰ってきてから、帰ってきてから、えっ、ー、と、帰ってきてすぐにご飯を作り始めるんですけども、ご飯を作って食べた後に、だいたい、えっ、ー、と、1二時、1一時半とか12時ぐらいから収録をしてます。うん。まあ、それはですね、 えっとね、まあなんか落ち着いてご飯食べるとなんか女性的な話の方が多い気がする。うん。あとね、えっと、大体あのー、実説柄というか、あの、最近の話題に沿った内容が多いかもしれないですね。あとね、まああのー、私の夢も当然男性的なものと女性的なものと中性的なものもあるので、まあそれはね、うんと、 あのー、どちらかでお話ししていくことも今後多くなっていくと思います。あんたってやりたいこといっぱいあるので。<laughs> 妄想力だけは達者なんでね。はい。んで、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、皆さんが見ている16時間断食は基本的にあの反省。 会をやってるわけですけども。まあ、ね、あの、うんと、練習期間が過ぎたぐらいから、まあ、実際に16時間断食をもうちょっと研究して、えっと、そのレポートなんかも上げていきたいと思うんですが、まあ、今のところ週1回反省会を、うんと、金曜日の、えっと、13時からアップしてます。そう、金曜日の13時から。 うんまあ、これもね、ちょっと流動的で、ちょっと変更するかもしれませんけど、まあね、まあ、データ見ながら、あの、また、ちょっとずつ変更して、修正していきたいと思います。うんまあ、正直まだね、チャンネル自体しっかり出来上がってないし、 本説自体も、あの、えっと、まあ、行き当たりばったりというところが多くて、えっと、まだまだね、あの、説明文、概要の説明文も含め、チャンネルの説明文も含め、いろんなところを修正しなきゃいけないのが分かっておます。うん。修正する前の修正する元になっているのがまだできていない状況なのでね。<laughs> はい。そしてもう一つは、えっ、ー、と、 長岡市、私は新潟県長岡市に住んでるんですけども、まあね、何回かあの、ポッドキャストの中でも話しましたら、うん、私はあの、ここ3年ぐらい、本当 SNS を立ちをし、で、まあ、社会と断絶したような生き方をしてたんですけども、まあ、この、えっ、ー、と、11年ぐらい前から、ちょうど1年ぐらい前から、あの、映画を、まあ、とある映画と再会し、まあ、見て、そこからまあ映画館の楽しみ、映画館で映画を見る楽しむし、 で、次第に、あの、いや、やっぱり私は、あの、コンテンツを発信する方になりたい、が好きなんだってことを自覚して、YouTube を再開したっていう流れなんですね。まあ、そこで、あの、本当に私に、あの、もう一回、あの、コンテンツを作るっていう勇気と、勇気を与えてくれた、あの、長岡市にあるね、あの、ジョイフィットじゃない、え、ジョイフィットじゃないよね、TJ、ョイ長岡に、何かしらの恩返しをしたいって気持ちもあって、あの、毎週、 新作、ジョイフィートはまあシネコなんで、だいたい4本5本ぐらい最新作が発信さ、あの、公開されるんですけども、の公開される映画の情報を、えっと、毎週木曜日に、うんと、発信したいなと思って今テスト中です。うん。ごめんなさいね。えっと、 あのー、全部ひっくり返すような話ですけども <laughs>。そう。この配信は、えっと、土曜日、土曜日の15時から配信の予定です。土曜日のね。うん。間違ってた <laughs>。で、えっと、映画のやつは、ん、えっと、金曜日に、金曜日に、えっと、配信する予定です。はい。 ちちょっとね、あのえー、とごちゃなりまんで日曜日に関しては今のところ、えー、と何も発信しないっていうような感じで考えてるんだけどまあいずれねなんかあのえっ、ー、と 違うことを始めるかもしれません。あとね、えー、っと、まあね、毎日 M キャストも、あの、えー、っと、分かり合いで遠くクもやってると、休みの日にまた喋り足りたいことが起こったりするんです。そういったね、イレギュラー的なものは、また M キャストとして、まあ、日曜日に追加発信するかもしれませんね。まあ、そんなわけで、えー、っと、 皆さんね、あの、ぜひチャンネル登録していただければ、今後の励みになると思いますので、えっ、ー、と、よろしくお願いします。うん、まあ、そんなわけでですね、えっ、ー、と、チャンネル登録,登録だけでいいですよ。あの、あと、まあ、コメントはね、あの、あとコメントね、まあ、 歓迎はしてません <laughs>。そう。うん。まあ、あの、うんと、こういうことを私は知りたいんだよっていうことはありますけど、まあ、今ね、知りたいことって言ったら、まあ、ほぼ、あの、AI に聞けば答えが返ってくるので <laughs>、こんなこと言うからね、またね、本当あの、チャンネル登録数は伸びないと思うんだけど、うん。まあ、あの、うんと、を、あの、 コメントにどう返信しようかって悩んで悩んで時間を潰すことが多いので、まあ、あの、ゆるく長く続けていくためにも、あの、私の頭を悩ませるようなコメントはできれば入れてほしくないなと思ってます。そんなわけで。あ、そう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 。えっと、まあ、あの、たまにね、あの、明らかに、あの、悪意というか、嫌味を感じるコメントがあるんですが、そういったものは、 そういうものを送ってくる方は、まあ容赦なくブロックします。うん。ブロック機能があったと思うので。うん。まあ、あの、うんと、内容に関してね、確かね、あの言われて当然だっていうものは、まあ真摯に行くと思いますが、まあ明らかに悪意があるものに関しては、もう、あの、容赦なくブロック。そう。 しようと思ってます。そんなわけでですね、あの、全くコメントの返信がないって時は、まあ、まあ、こう、まあ、こねが嫌がってんだなと思っていただけばいいと思います。そんなわけで、ちょっとね、今日は長めになりましたけど、反省会、えっ、ー、と、月、うん、うん、8週目の発省会はこれで終わりにしたいと思います。では、また、え、マコネでした。バイバイ。